本当にここにいます。こんにちは、バックパッカー AK です。今回は中国西安編をお送りしたいと思います。地図で言うとこの辺り、中心の西安駅からはバスで移動していきます。めちゃめちゃ分かりやすいです。到着すると早速秦の始皇帝さんがお出迎えしてくれます。それでは見てみましょう。現在8時10分、まだそんなに人はいません。本当にここにいます。本当にすごい、なんかね、ずっと見てられますね。 Oh my god。よく見ると頭に乗ってるやつとか、帽子の形がみんなちょっとずつ違うんだよね。この辺とかまっすぐなやつ乗ったりしてる。すごいなこれは。この場所は何かっていうと、まだ発掘されてない場所みたいですね。で、X 線で見てみると、この中にはまだその兵隊さんたちが眠ってるという情報が、見えてくるらしいですね。なんかゾワッとしますね。今、10時5分前なんですけども、団体の人たちがめっちゃ増えてきましたね。ギリギリセーフ。時間配分はバッチリだったと思います。西安駅帰ってきました。こんな楽しいことになってた。
はい、ということで今回は中国西安編をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。西安はやっぱり兵馬俑ですね。あの雰囲気と、なんていうんですかね、無表情で立ってる人仏像たちの後ろに隠れてる歴史だったりとか、そういうところに思い馳せてると、なんかもう何とも言えない不思議な感覚になりまして、そうですね、一度は訪れていただきたいなと思うところです。あとあれですね、シルクロードかな、もうちょっとねシルクロードの何かを感じたかったんですけど、あのモニュメントでもうなんかちょっと規模がちっちゃかったので、うーんって感じだったので、もし何かあのシルクロードを感じられるおすすめのスポットあったら教えてください。はい、ということで以上、中国は西安編でした。ご視聴ありがとうございました。